よし、朝食だ。わざわざ言わないでも分かってるよ。言った方が士気が上がるじゃん。キャンサーとの戦いであげるから、むしろ今は下げてたいわ。ちょい待ち、 3-1-C の連中やで。鉢合わせ。はっ、あなたたち後陣を期しているのにのんきに朝食を食べようとしていたの。後陣は期すものじゃなく愛するものだぞ。知らなかった。山内様はあまり頭が良くないのでゲスよ。手下がそれ言っていいのか。山内様は天才マッドサイエンティストなんでゲスよ。その錯覚の名を教えてやる。ペットロス症候群だよ。ペットなんて飼ったことないわ。デジャブ現象だろ。やるでゲスよ。なんで私だけこんな意味不明なやりとりに巻き込まれるんだ。後陣を拝するあなたたちはのんきに食べてな。行くよ弁護。お腹すいたでゲス。なんだか先を行かれてるみたいね。だな。経済は人類が社会生活を営む上で必要なシステムだ。ただ常に波があり景気は変動する。かやもり。1930年代に世界各地で生じた経済の深刻な景気後退を何というかわかるか。世界恐慌。正解だ。よっしゃ。世界恐慌によって豊かだった国も貧しかった国も壊滅的な被害を受け、多くの人々が貧困にあえいだ。まあ今や世界恐慌も真っ青な状況だがな。平和になった世でまた経済がにぎわうかどうかは我々の双肩にかかっているわけだ。わかったな。はい。見て見てユッキー、これこれ。なんだよ、ただのサバだろ。そう、焼きサバ定食。これでもう私のこと子供だって言えないよな。その横に添えられているのはなんだ。え、焼きサバ定食の付け合わせ。嘘つけ。ナゲット。どこが子供じゃないって。だって揚げ物食べないと頑張んなよ。言いながらケチャップにつけて食べるのやめなさい。どんな食い合わせやねん。うまい。何かいたんですよ、ここ。何かが。ギュエイタチでした。もうここからサイキックがビーンと伸びてキャンサー倒し始めとる。私は競争よりもみんなが無事な方がいいな。ま、判断は委ねるが、油断だけはしないようにな。今日は前衛、中衛、後衛に分かれて戦ってみない？すごく縦長になって弱そうだけど。厳しい戦いが予想されますので準備を怠らないようにしてください。ダンジョンへ向かいますか？今日でダンジョン探索も4日目か。昨日はなかなか順調だったな。さて、今日も先へ進むか。ついに第4層か。ここまで来れば 3-1-C にも勝てるんじゃないか。おいおい、ハッカーなのに体力ないな。ハッカーだからないんだろ。体力あるイメージでもあったか。もうダメポ。お前はあれよ、元から軍人だろ。揃ってだらしないな。お前はめっちゃありそうだな。最後に殺すってすげえ体力いりそうだもんな。しかし下に来るほど寒いですね。早
湯船に浸からんと風邪ひくで。優しいな。どうするの？もう少しだけ頑張ろう。三一 C も必死でやってるんだ。ここで手を抜いたらさ、負けるかもしれないって？いや、頑張ってる相手に失礼じゃん。確かにな。せっかくここまで来たんだ、もう少しだけ頑張ってみてもいいかもしれない。先に進んでみるか。おっと、また分かれ道か。めぐみ、自慢のサイキックで正解の道を当ててくんない？分かれ道の正解を当てるなんて、そないピンポイントのサイキックあるか？ちなみに、どっちを？私的にはまっすぐかな。うちはこっちの奥の道派や。相変わらず自分と気が合わんな。そっか。じゃあみんな、めぐみんは向こうに行くらしいから、私らはまっすぐ進むぞ。たぶんな！いじめか！そうだ、ルカ。さっきの戦闘で思ったんだが。どうしたユッキー、いきなり可愛い悲鳴あげて。いや、なんでもない。多分天井から落ちてきた水滴だな。それが冷たくて。なるほどな。ユッキーがあんな可愛い悲鳴あげるもんだから、何事かと思ったぜ。何度も繰り返すんじゃねえ。忘れろ。いいな。はい。好きそうではある。自信を持っていいと思う。よくわかりませんが、まあ艦長ですしね。万事この国見たまにお任せください。ルカさん、知ってる？この台車、猫車というのよ。へえ、かわいい名前だな。どうして猫車という名前なのか、わかるかしら？大量の猫を運んだから。正解。正解は、諸説あるそうだけど、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。でもさ、想像してみ？猫をぎゅうぎゅうに積んで、にゃーにゃーの大合唱と共に運んでいく光景を。すごくありね。じゃあ正解。やった！でかいの。でもここまで来たらやるしかないだろ。行くぞ。一緒です。わしにやれぬ敵はいない。私に委ねてくれ。キャ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 。どんな君の愛を感じるよ。チリキバーム、チリキバーム、チリキバーム、カリンガゼンゴー。アンコールの準備はできているよ。勝てた。あんな大型キャンサーに。
でもさすがに限界。今日はここまでとするか。なあ、その判断は正しい。みんなの体力も底をつきそうだしな。帰ろう。みんな戻るみたいだな。一度宿舎に戻ろうか。どいてどいて。わずかな証拠も見落としません。摂取許容カロリーは、はっはっ、久々に楽器触りたいって思ってるだろう。久々どころか一度も思ったことねえわ。スタジオ行こうぜ。みんなすぐ上手くなっていく。私もうかうかしてられない。大丈夫、最初のライブは誰でも失敗するものさ。待て、いつライブするなんて言った？今。死ねえよ。死なくてどうすんだよ。自分たちの音楽でみんな乗らせるって最高の気分なんだぜ。それを味わわせたいんだ。なんでそんな気分味わわなきゃならないんだよ。生きててよかったって思えるから。やりましょう。まあやったらんこともないけど。じゃあ私も頑張ってサポートしないと。やりたーい。わだだ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 だ。ジャンルが変わるわ。カフェテリアの一角を借りてさ、おしゃれなジャズバーみたいにしてやろうぜ。この音楽性でおしゃれにはならんだろ。ユッキー、カウント。こうなりゃ、やけっぱちだ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。この感覚、久しぶり。やっぱ音楽っていいな。あ、客も乗り始めている。このまま行くぜ。お前たちはくるくるパーカー。司令官？ああ、見つかっちまったよ。しかも拡声器でくるくるパー言われたで。すごく楽しかったのに。残念ね。あんなことを無断でやるなんて、どこのゲリラバンドだ。でもみんなも乗ってくれてたし。静かに食事したい者には騒音でしかない。娯楽として需要あると思うんだけどな。まあその点だけは否定しないわ。中継すればドームに暮らす人たちの娯楽にもなり得る。なるほど、確かに。少し検討させて。この先使えるかもしれない。ということは訓練よりバンド練習に力入れていいんだ。やった。そんなことは許しません。バンド練習は自由時間のみ許可よ。あなたたちが好きでやってることでしょう。だったら何も変わらないじゃん。いや、結構譲歩してくれたと思うぞ。そんなわがまま言うもんじゃない。もうユッキーが司令官になったらいいと思う。え？いえ、何もあれへん。またやりません。そう、では解散。とにかくよかった。よし、ライブに向けて練習しまくるぞ。本文を忘れるなよ。キャンサーとの戦いの後に入る風呂は格別だな。別に戦ってなくても風呂は気持ちいいもんだろ。ユッキー何言ってんの。風呂なんて面倒なだけじゃん。いや、お前が何言ってんだよ。だって歯と体は未だにブラシでこすって洗うって意味不明じゃん。確かにそこだけはなかなか進歩がなかったな。
ろんなものが全自動になったってのに、全時代的な行為だ。え、もしかして風呂も歯磨きも嫌いなのか。うん、子供の時は大嫌いで、入った記憶も磨いた記憶もない。今は？ユッキー知ってるじゃん。ちゃんと入ってちゃんと磨いて綺麗にしてるよ。お前と出会ったのが今でよかったよ。汚い時があったみたいに言うなよ。あっただろ。洗わなくても綺麗だった。人間じゃねえわ。でも今は綺麗だから、見て見て、ほらすべすべ。寄ってくるな、気持ち悪い。なんでユッキーのも見せて。あ、ユッキーすげえ。やめろ、誤解を招くようなことを言うな。だからそんな目で見るな。いい湯だな。一日頑張るとこの瞬間がたまらないよな。何が？それは。風呂上がりに浴びるトマトジュース。風呂上がりに浴びるトマトジュースが殺人現場と見間違うわ。ついに31シートの勝負も明日で決するんですね。せやで。でもさすがに実戦続きですごく疲れたわ。いくら寝ても回復が追っつかない感じがする。ここまで来たらあとはやれることをやるだけか。なんやその天命を待つみたいなんは。道は自分の力で切り開くもんやで。相当負けたくないようだな。うちはどんな勝負も負けへん。不詳私めもその思いの丈は同じです。でもよく考えて、負けたら切り込み隊から逃れられるのよ。うん、それは今後の私たちにとってすごく大きい。うちら以外が最前線に立ったら人類が負けてまうやろ。そういう考えもありか。ルカは？勝ちたい。そして最前線に立とう。了解。ワッキーたち今日も集まってるのかな。マリーだな。ワッキーがまだ来てない。端に隠れて待つか。この影に隠れて待つか。ドアを閉める音。行こう。今日もメイン通りに行ったな。後を追ってみよう。また自販機横の広場かな。とりあえず行ってみよう。おっと。揃ったかい？はい。さすがこの私、いい情報を持ってきたわよ。なんでござるか？時代が変われど、私たちが所属するのは軍隊ならば、先行には勲章と褒章がつきもの。ずいぶん遠くから入ってきましたね。その昔、旧陸軍時代には褒章と引き換えに軍人の家族がいい治療を受けられたとの逸話があるわ。私たちも多大な功績をあげ、その褒章代わりに充実した治療を望むことは可能なはず。次の作戦でもらう私の褒章と引き換えに司令官と交渉するつもりよ。なるほど。そううまくいくでござるか？行かないと思うな。なんでだよ、信じろ。
賞絶対うまくいくから。イヴァールちゃんのだけで私たちの報奨は使わないんですか？そこまでは言わないわ。それは少し水臭いでござるよ。ですよね。思いは一緒です。わしは困る。研究室が欲しいからな。テンネ殿はブレないでござるな。でも一度ぐらいは我慢しよう。わしのも使ってくれ。あんたたち。では気合を入れて頑張りましょうか。ありがとう。次の作戦はただ働きになるけど、絶対に先行を上げてやるわよ。はい。やあ。はい。うむ。よくわからないけど結束力を高めたみたいだ。不正解だ。正解は世界恐慌だ。セカオワ。不正解だ。ドラゲナーなのに。だったらなおさら違うだろ。正解は世界恐慌だ。猫が通るような狭い足場も通れるから。正解。諸説あるそうだけど、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。よっしゃ、スカサッチもアサミンに負けずいいクイズ出すじゃん。諜報員だもの、この程度お手の物よ。なんとなく女子受けがいいから。不正解。正解は諸説あるそうだけど、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。でもさ、考えてみ、工事現場のおじさんたちが女子高生や年頃の子にチヤホヤされたくて頑張って可愛らしい名前をひねり出したとしたら、やるせなくなってきた。せめて正解にしてあげなきゃ。やった。風呂上がりに浴びるコーヒー牛乳。風呂上がりに浴びるコーヒー牛乳が。すぐ入り直せ。風呂上がりに浴びる入浴剤。風呂上がりに浴びる入浴剤が。すぐ入り直してこい。風呂上がりに飲むコーヒー牛乳。風呂上がりに飲むコーヒー牛乳が。子供か。でもその気持ちわかる。おいしい。風呂上がりに飲むトマトジュース。風呂上がりに飲むトマトジュースが。そりゃ健康的だな。風呂上がりに飲む入浴剤。風呂上がりに飲む入浴剤が。ハキ、背中さすってやるから。風呂に混ぜるコーヒー牛乳。風呂に混ぜるコーヒー牛乳が。やめろ、何してくれてんだよ。風呂に混ぜるトマトジュース。風呂に混ぜるトマトジュースが。怖くて入れなくなるわ。風呂に混ぜる入浴剤。風呂に混ぜる入浴剤が。気休め程度だろうけど効能を期待しちまうよな。ものすごく信じちゃう。